オスカー・シュミットこと、オスカー・ダニエル・ベゼーハ・シュミットは、ブラジルが生んだ伝説的なバスケットボール選手。45歳まで現役選手としてプレーし、NBA のカリーム・アブドゥル・ジャバーの記録を大きくしのぐ、キャリア総得点49,737点の記録や、5大会連続オリンピック出場、オリンピックでの総得点歴代1位、一つのオリンピックでの総得点。 平均得点の史上最高記録など2021年現在でも破られていない不滅の大記録をいくつも持つ世界のバスケットボール史に大きく名を刻んだ選手。NBA にドラフトされたが NBA に行かなかったバスケットボール選手としては最も偉大な選手の一人とも言われているリオグランデドノルテ州ナタール出身。ポジションはスモールフォワード、パワーフォワード。 2010年にフィバ電動、2013年にネイスミスメモリアルバスケットボール電動入りしている。最初の監督は日系人の三浦ラ,ラウリンド。オスカルの非凡なるテクニックは三浦の献身的な指導によって培われた。13歳の時の身長は185センチメートル。1974年16歳でサンパウロのパルメイラスの下部組織に入団。 1977年19歳でブラジル A 代表に選ばれる。ありがとうございます。